お隣さんが怪しすぎるものを開発しました。レーダーに感知されることがなく、敵機に近づけるステルス戦闘機は、あらゆる兵器の中でも最強と言われる存在です。しかし、高いステルス性能を維持するのは難しく、爆弾やミサイルなどを機外に装着できない、常に、機体の表面の研磨や電波吸収性塗料による塗装が必要など、様々な縛りがあります。そんな中、あの韓国が、塗るだけで、ステルス機がステルス機になるという塗料を開発したそうです。今回は韓国が開発したステルス塗料とその塗料を用いる戦闘機 KF-21 について解説します。そもそもステルス機とは一体どのようなものなのでしょうか。多くの人はステルス機とはレーダーに映らない航空機と認識しているかもしれません。しかし正確に言えばステルス機はレーダーに対して映らないのではなく、映りにくいだけです。完全に透明のようになるのは無理だということなんですね。それでは、ステルス機は、どうやってレーダーに映りにくくしているのでしょうか。まず、レーダーとは、電波を照射し、空中に存在する何らかの物体にぶつかって戻ってきた反射波を受信する装置です。そして、ステルスとは、自分にぶつかってきた電波を、発信源に戻さないことによって達成される現象。戻ってくる電波が少ないのでレーダーには鳥や虫サイズの対象と判断されてしまうんです。最強のステルス機とも言われる F-20 には主翼前縁、垂直尾翼、水平尾翼の前縁、空気流入口の前縁など多くの部分に正面から向かって42度の角度が設けられています。これは正面からぶつかってきた電波を均一に真横に跳ね返すためだそうです。そしてステルス性能においては塗装も重要な要素。一般的に今のステルス戦闘機の塗装は3つの層に分かれており、1層目はレーダーの反射波を低減するとともに内部の水分や空気との接触を断絶し対応できる限り長持ちさせるのが目的です。2層目はレーダー波を、3層目は赤外線をそれぞれ吸収します。特に大切なのがレーダー波吸収層です。電気抵抗型塗装層や電解質塗装層など様々なタイプがあり、世界各国が独自の材料配合を生み出していると言われています。まさに機密事項といえる内容で、他国の戦闘機のステルス性能を調べるのは容易ではありません。しかしある中国メディアによってアメリカのステルス戦闘機 F-35 の塗装の秘密が記事にされました。その記事によると、ロッキード・マーティン社が F-35 ライトニング2のステルス塗装について、サブクラス V というダークグレーの金属的な光沢を持つ塗装を採用していることが明らかになっています。レーダーと赤外線からのステルス性能を持ち、対魔網や堅牢度は F-22 の塗装よりも進化しているそうです。ただし、このステルス塗料は一度塗れば終わりではありません。ステルス戦闘機の塗装は、非常に精密に設計されており、わずかな傷でも、レーダーから戦闘機の軌跡をキャッチする可能性があるため、定期的な塗り直しが必要です。例えば、オーストラリアがアメリカから F-35 を購入した際には、オーストラリアの極度に乾燥した炎天下では、塗料が長く持たないことが判明しています。また、塗料の消耗が予想より激しく、最悪の場合、1回飛行するたびに塗り直さなければならない可能性があると発表されていました。アメリカでさえステルス塗料関係には苦労しているんですね。そんな超高等技術を、あの韓国が成功したとは思えないんですが、実際はどうなんでしょう。2021年8月13日、韓国のメディアにより、韓国の最新戦闘機 KF-21 ポラメは、ステルス機能を備える可能性が高いと報じられました。記事によると、韓国航空宇宙産業 KAI が民間業者に委託し、開発を進めてきた電波吸収機能を備える塗料が2021年に完成、その性能が認められたそうです。そのため、早速 KF-21 の試作機に使用し、ステルス性能を検証する予定です。F-22 が各パーツの角度にこだわっているように、ステルス性能は塗料だけで実現できるものではないのですが、韓国メディアの報道はまるで塗料が完成したから
捨てる式になるかのような表現でした。塗るだけで捨てる式にできるなんてすごいですね。本当に作れていたら、の話ですが。そもそも、韓国がステルス塗料を独自開発したのは、海外からの導入が困難なためです。ブラックボックスを無理やり開けるといった技術流出をはじめ、いろいろやらかしてきた韓国には、どの国も塗料の情報を渡したくなかったのでしょう。ノウハウがない中、一から作ったわけですから、その性能は、正直、期待できないように思えるのですが、皆さんはどのように思いますか？また、ステルス性能を除いても、KF21 は問題だらけです。KF21 は、開発中の当時、KFX の名前で知られていた韓国初の本格的国産戦闘機です。2021年4月9日に試作1号機、ロールアウト式典が行われ、そこで、KF21 ポラメ若鷹と命名されました。ところが、この KF21、公式発表から1ヶ月が経過して、再び解体作業に入っていたことが判明したのです。1号機は、エンジンを外して、胴体は、骨組みをそのまま露出した状態に。空中給油装置は、もちろん、戦闘機の操縦で、革新的な装備も取り出されました。キャノピーと呼ばれる操縦席を覆う天蓋も、内部点検のために外されています。韓国の航空産業関係者は、インタビューに匿名で、性能試験をしながら、装備点検のために分解する場合はあるが、出庫式を終えた直後に分解するのは常識外。海外戦闘機の開発で、こういう事例はほぼない。と答えました。また、あそこまで解体したとするなら、設計図上の計画とは違って、全体的な機体の重心が合わなかったためかもしれない。という指摘もあります。韓国政府は、このような意見を批判しているものの、解体レベルまでバラすなんて、やはりトラブルを疑ってしまいますよね。そもそも、この KF21、万が一、無事に完成したとしても量産化は厳しいかもしれません。というのは、共同開発パートナーであり、かつ、完成後の買い手でもあったインドネシアがどうにも消極的だからです。インドネシアは、KF21 共同開発の条件として、2016年までに、総事業費8兆1000億ウォン、約8332億円の 20%、1兆6000億ウォン、日本円で約1646億円を負担することになっていました。しかし、2016年の事業開始以来、現在までに納付したのは、2272億ウォン、約234億円のみ、約8000億ウォン、約823億円が未納となっています。そこで、2021年11月、両国は、インドネシア側の負担金額は維持し、約 30% を、パーム油など現物支給とすることで、改めて合意しました。しかし、延滞金を含め、負担金の納付方法や時期などについては決まっていないそうです。なんか、ガバガバな合意ですね。踏み倒そうと思えば、簡単に踏み倒せそう、と思えてしまうのは、私だけ？インドネシアの負担金の支払い遅延は、財政難のためとのことでしたが、どうやらそれも建前のようです。なぜなら、2022年2月10日、インドネシアが、フランスの戦闘機、ラファール42機購入を決定したと発表されたからです。戦闘機を40機以上も買うお金があるなら、負担金を支払えばいいのに、と思ってしまいますよね。インドネシアは、性能の低い KF21 に見切りをつけたのではないかと言われています。果たして、インドネシアの真意は、どうなのでしょうか。一応、KF21 の今後に強く期待する国もあります。もし、KF21 が量産に成功すれば、F35 よりも低価格で輸出可能となる見込みだからです。それまで、ミドルパワーの国々と途上国は、戦闘機の購入に二の足を踏んできました。しかし、比較的安価な KF21 の登場により、一斉に導入が進む可能性があるのです。そのため、アメリカのメディアも KF21 に注目しています。例えば、CNN は、KF21 の構成比率のうち、国産比率は 65% にとどまることを指摘。それでも、航空機生産で、長い歴史を持たない韓国にとって、その配備は、
依然として顕著な実績となると高く評価しています。量産が開始されれば5兆9000億ウォン、約5700億円の付加価値が生まれ、10万人規模の雇用を創出するなど、経済的な効果も期待できるようです。技術解説誌のポピュラーメカニクスも、2015年に発表された KF21 が、その後の開発に、わずか6年しかかからなかったと述べ、非常に早いペースで開発が進展していると評価しています。とはいえ、これらは、あくまで希望的観測に過ぎません。韓国がこれまで起こしてきた事故や故障などを考えると、実戦で使うのはかなり厳しいんじゃないでしょうか。さて、日本ものんびりしてはいられません。なぜなら、日本もまた、次期戦闘機 F3 を開発中だからです。2011年度に生産が終了した F2 戦闘機以降、国内における新たな戦闘機開発事業は途絶えていました。そのため、F3 は悲願の国産戦闘機なんです。F3 は F2 の退役が見込まれる2035年からの配備開始を目指しています。現在保有する F2 と同数の約90機を導入する予定です。2010年8月に防衛省が発表した将来の戦闘機に関する開発研究ビジョンによると、F3 のコンセプトは次の3つです。1つ目は、量に勝る敵に対する高度ネットワーク戦闘。2つ目は、優れたステルス性。3つ目は、敵機の捜索・探知に不可欠な高度なセンシング技術です。もし、F3 がこれらの全てを満たせるなら、このような戦い方を可能とする戦闘機は他に存在しないそうです。しかし、いくら国産にこだわりたいとはいえ、日本には長らく戦闘機開発の実績がありません。そこで、あくまで共同開発という形で、日米英の三国タッグが組まれることになりました。日本がメインで、アメリカとイギリスが日本をサポートするという体制です。これなら、F2 の時のように、日米共同開発とは、名ばかりで、アメリカに技術を持っていかれるといった悲劇にはなりにくいでしょう。F2 開発の際は、日本がメインというわけではありませんでしたからね。イギリスは、現行の主力戦闘機、ユーロファイタータイフーンの後継として、次世代戦闘機テンペストの2035年までの実戦配備を目指しています。これは、日本の F3 と同じスケジュールです。そのため、もともと、日英の連携は済んでおり、例えば、日本の防衛省は、2021年度から予算41億円を投じ、次期戦闘機用の高機能レーダー技術についての共同研究を、新規事業として始めています。ちなみに、今回エンジンの開発にあたり協力先として選ばれたのはロールスロイス。高級車のイメージが強い会社ですが、実は近年戦闘機エンジン開発で確かな実績を残しています。何しろアメリカの GE ゼネラルエレクトリックやプラット&ホイットニーと並ぶ航空機エンジンの世界三大メーカーの一つですからね。ロールスロイスのエンジンはすでに海上自衛隊の P3C 哨戒機などにも採用されているんです。さて、気になるステルス性能では、やはりアメリカの支援を得ることになりました。相手はもちろん、F35 や F22 の開発実績のあるロッキード・マーティンです。デジタルエンジニアリングにおいても、高い技術力を持っており、3つの分野で日本の戦闘機開発をサポートしてくれます。3つの分野とは、戦闘機と電子機器やコンピューターなどのミッションシステムの統合、コンピューターによりシミュレーションを駆使した設計、運動性能とステルス性能の両立です。他国が快く協力してくれるというのは、韓国にはない日本の強みですね。敵に見つかることなく一方的に攻撃できるステルス機は、日本の防衛においても一役買ってくれるでしょう。さて、今回のテーマについては、海外からも様々な反応がありましたので、その一部をご紹介します。いくら機体を塗料でステルスにしても、大量にミサイルを吊り下げて戦闘行動をすればステルスの意味がないんだが、塗料よりも機体の形状、内部構造、素材にこだわるべきなのに、韓国はその辺の技術が全くないからな。 KF21 をまだ飛ばしてもいないのに、あんなに派手なセレモニーをやるのがいかにも韓国って感じだな。
戦後の日本はずっと真の実力を隠してきた。もし日本が兵器の技術開発に全力投球したら、この地球上で彼らに勝てる国は存在しないと思う。日本の F3 には期待しているよ。平和を確保する最善の方法は戦争に備えることだからね。軍拡競争の影響で兵器開発に莫大な資金が投入されている。それはいいことじゃないけど必要なことなんだよな。いかがでしたか？ステルス機はレーダーに移りにくい機体ですが、そのステルス性を維持するのは大変困難です。機体の表面の研磨や電波吸収性塗料による塗装が必要で、機体の形状にも気を使います。決して電波吸収塗料さえ塗ればステルス機になるというわけではありません。韓国の電波吸収塗料が本当に必要な性能を持っているのか怪しいですね。お隣さんはかつてソン・ウォニル級潜水艦でも試験の回数を10回から1回に短縮し、部隊配備後にトラブルが発生したということがある国です。技術力不足はもちろん試験担当者を買収したのではと疑ってしまいます。 KF21 は2015年に発表され、その後の開発に6年しかかからなかったとのことですが、本当にそれで完成していれば韓国もなかなかやるものです。しかし出庫式の後に解体されてしまうところを見ると、本当に完成したの？と疑ってしまいますね。2022年7月には初の飛行試験を行っています。飛行試験ということは飛ぶことはできるのでしょうが、果たして大丈夫なのか気になりますね。仮に試験が無事に済んだとしても、私は部隊配備後に事故が続出するんじゃないかなと見ています。何しろ過去に散々やらかしていますからね。それはさておき、日本の F3 の開発の成功を祈りたいですね。世界一高性能な戦闘機になってほしいと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。